斉藤虎次郎1月30日から1982年5月1日は日本の映画監督である。本名は虎次郎。喜劇映画を非常に得意とし、しばしば喜劇の神様と称される。妻は自作のコメディエンヌでもあった女優の名には優子。晩年の1972年に芸名を本名の虎次郎に改めている。 1905年1月30日、秋田県由利郡や島町間町で、役場収入役の父、光一郎の子として生まれる。8人兄弟の次男であった。子供の頃は1年に一度巡業しに来た、活動写真に夢中になっていた。1919年、矢島小学校小学校高等科を卒業する、目前に上京して、祖父の弟が経営する院に、 住み込みの書生となる。だが、いたずら好きな性格から追い出され、その後浅草の小林委員で働きながら、明治薬学校に通う。浅草ロックがすぐそばにあったため、活動写真に再び夢中になった。1920年、生成薬の宣伝部の映写技師に応募して入社し、映写技師の講習を受けた後、活動写真隊地方巡業部として、 牧野映画が作った宣伝映画を持って九州へ2年間回った。やがて映写技師の仕事に飽きを感じ映画を作る側になりたいと思った斎藤は長崎巡業中に退社。予備節約を兼ねて当時開催された長崎東京マラソンに参加して東京へ戻った。1923年親戚で美術家の斎藤慶三の紹介で 松竹鎌田撮影所に監督志望で入社、大久保忠元監督の下で助監督を務めた。同年9月1日、関東大震災で撮影所が離催京都に肝を移転することになったが、新人の斎藤は鎌田に留守組として残ることになった。その際、軌動志郎が鎌田の代理所長となり、彼の企画による11時58分で助監督を務めた。 その後、鎌田撮影所も復活し、所長も軌度が正式に就任。斉藤は、大久保、清水博士と共に、小畜京都撮影所に移る。その頃、兵隊検査のため秋田へ帰っているが、補充兵として、入隊は、免れている。後、京都撮影所の閉鎖で、鎌田に復帰。1926年、大久保との共同監督日本を経て、 監督に昇進。カツ小五郎と幾松で監督デビュー。デビューからしばらくは時代劇を監督していた。1927年、清水博士と共同で初の喜劇作品、不景気セーバーツを監督。翌1928年には単独で初の喜劇作品、浮気セーバーツを監督。以降、軌戸が開拓したナンセンス喜劇を多数手掛けていき。 その第一人者となった。特に1935年の小宝騒動とこの子スてザレバは彼の代表作として知られ、後者は短編喜劇としては珍しいキネマ旬報ベスト10にランクインされている。1937年、木戸が撮影所長から社長に就任。新任所長は喜劇に理解のない人物であったため、打診があった東方へ移籍。 江本健一の江野の,の崩壊棒を古川六パの六パのお父ちゃん円達は茶子の水戸公文間に有機なで人気コメディアン主演の喜劇映画を手掛け大ヒットさせる1945年の東京五人男は未だ小土の東京で円達は茶子や古川六パを自在に活躍させた代表作の一つである戦後は 東方葬儀の余波で新東方で映画を制作するようになる。他東映、大映などでも多数の喜劇映画を撮った。1962年、丹生を患ったため、大笑い清水港を最後に監督を引退した。晩年は趣味のマラソンで、日本中、世界中のマラソン大会に参加していた。1982年5月1日、観光編の試し 77歳没。没獄日本刀随法賞に除せられた。先鋭的なギャグに満ちていたと評される、鎌田時代のサイレント喜劇作品は、現在ほとんど残っておらず、現存しているのは1997年に発見された、石川五右衛門の法事と2004年に発見された、モダン階段1億円と、明けゆく空、小宝騒動のみである。作品のスタイルは、 スラップスティックコメディである。鎌田時代は、ナンセンス喜劇の名手、東方遺跡後も、喜劇映画の巨匠として、生涯にわたって200本以上の喜劇作品を、撮り続けた。作品の内容も、ドタバタ劇らしいもので、活動協はチャップリンが、尾上松之助の忍術映画を見て、真似をする話。全部精神異常ありは何もかもが、あべこべになった話。 このコステザレバは捨て子を毎日拾う男の話。また、当時話題になったニュースや出来事を題材にしたものも多く、煙突男は当時世間を賑わした煙突男事件をモデルにしている。チャップリンをネタにしたものも多く、来日したチャップリンが色々な騒動を起こす、チャップリンをなぜ泣くかという作品も作られている。その作品に、チャップリン役で主演した、 小倉茂は、和製、チャップリンと呼ばれた。鎌田時代には、小倉をはじめ渡辺敦子や、子役の特幹小僧、爆弾小僧、妻の何は優子、出雲八重子らを、数多く起用した。東方遺跡後以降は、江ノ県、六波、円達は茶子、柳屋金五郎、川田春久、高瀬実城、清川二次子、田畑義雄らを起用。また、 ミソラ・ひばりの映画初出演作品、のど自慢狂時代や友の純三郎が、アジャパーでブレイクしたきっかけとなった、キツナナ、鳥物町一番手柄を監督したのも、斉藤であった。小竹が、トーキー第一作、マダムと女房を発表してから、トーキー映画が量産されていくが、斉藤はこの時もサイレント映画を作り続けていた。熊の蜂月きり事件からは、 サウンド版で作るようになり、1936年の、女は、なぜ怖いで、初めてのトーキーを手掛けている。カテゴリー、斉藤とラジローの監督映画。ありがとうございます。